浄土宗、浄土宗は、大乗仏教の宗派の一つである。浄土信仰に基づく日本仏教の宗師で、法然を修祖とする。鎌倉仏教の一つ。本尊は阿弥陀如来。船後合律。御雅。船律阿弥陀。教義は、千秋年仏を中心とする。浄土千年宗とも呼ばれる。浄土真宗の別称もある。親蘭を開祖と仰ぐ浄土真宗とは別である。 上安五年、1175年、法年は43歳の時に、禅道戦術の、官無料、受刑所、官業所によって、千秋念仏の道に進み、霊山を降りて、東山吉水の吉水草案に住み、念仏の教えを広めた。この年が、浄土州の立教改装の年とされる。その、官業所にある立教に至らしめた文言は、南無阿弥陀仏は、 阿弥陀仏に消え、ナムしますのい阿弥陀仏の選択によって、浄土衆における念仏はここから始まったと言っても過言ではない。法年先日の選択本願念仏衆が浄土衆の根本聖典となっており、競技の集大成となっている。日常本業で読まれる法年の一枚記章文は死の直前に書かれ、浄土衆の教えの要である商名念仏の意味、 心構え、態度について、簡潔に説明している。法年在世時の歴史は、法年の生涯を参照。法年の没後、長老の新空が光景となったものの、昭空、弁長、幸い西、長西、劉官、新蘭ら門人の間で、法年の教義に対する解釈でわずかな差異が、生じていた。かろ三年、1227年。 再び先週念仏の停止が命ぜられて、浄土門では大きな被害を受け、以後、法念教団の分派が加速することとなった火力の放難。ことの発端には、保勝寺の時報が盗まれた際に、念仏者が盗賊団の一味として疑われたことがある。また、延暦寺の僧徒たちが念仏者を襲撃したりし、選択本願念仏衆は禁書扱いを受け、 東山大谷の法年母堂も破壊された。なお、この際に、幸い西は、一岐国に、竜巻は、道の区国に配慮されている。法年の意外は、渦正広隆寺の来号坊円空に託され、安定二年、1228年に、西山の青屋で、ダビに付された。その後、浄土支流という流れが形成される。すなわち、新空の没後。 京都の浄土層主流となった、三古寺、昭空の西山義、西山派、九州の草野市の庇護を受けた、善道寺、弁長の鎮税義、陳鎮派、東国への流刑を機に、帰って道地で多年儀を広めた長楽寺流館の長楽寺儀、京都で昭空に対抗して、諸行本願儀を説いた、九本寺町西の旧時儀の四派を指す。最も当時の有力な集団の一つであった、 新覧の教団は、後に、浄土真宗として、また別の流れを作っていくので、この四流には、含まれていない。他にも、比叡山黒谷別所、弦、清流寺と、白川本坊、弦、今回光明寺の真空教団と、白川門と、佐賀二村院の不深空と佐賀門と、地音院を再興した科目独院神宮堂、弦、百万地音寺の現地と、西門と、一年儀を唱える、 幸西など四流に加わらずに、独自の教団を構成した集団が乱立していく。だが、中世を通じて残ったのは、浄土新宗を別にすると、西山義と、鎮西義の二つであり、この領義の教団を、西山派、鎮西派と称することとなる。一方、関東においても鎌倉幕府によって、念仏停止などの弾圧が行われたが、後には西山派は、 北条氏一族の中にも受け入れられて、鎌倉弁が谷に拠点を築いた。また、鎮税派を開いた第二祖弁長の弟子第三祖、吉忠も下佐国捜査南上層を中心とし、関東各地に勢力を伸ばした後鎌倉に入った。その他、鎌倉にある極楽寺は、新言立州になる前は、浄土宗人であったも言われ、高徳院、鎌倉大仏も同地における代表的な、 浄土囚人である。ただし、公式に浄土囚人になったのは、江戸時代とも言われ、その初期については、諸説がある。吉忠は上落すると現地の弟子である、紫の門と千音寺、第三世神へと、赤月寺の段を行い、鎮税吉と紫の門との統合を行った。西山吉は、昇空の死後にその弟子たちが、赤シ康の西山吉、 赤石入りの東山義、明赤市への佐賀義、清市恩の西谷義、元、現、西山浄土宗と浄土宗西山善林寺派、勇敢の元山義、立真の深草義、元、現、浄土宗、西山深氏派、清市たちの弟子一辺の実習などに分かれた。鎮西義は、義忠の死後にその弟子たちが、鎌倉御神寺業赤月の白旗派、現、浄土宗。 鎌倉善道寺尊官の名古屋派、精神の藤田派、これらを関東三派という、さ空の弟子、正常化因向きや証券の一条派、同行の三条派、両空の小畑派、これらを京都三派という、さらに蓮華寺一行、都市政の一行派などに分かれ、浄土宗は、さらなる分裂の時代を迎えることになった。その後南北朝時代から室町時代にかけて、 鎮西義の中でも、藤田派の政官、両英、白旗派の聖光、聖佐氏が現れて、宗派を交流して、西山義及び鎮西義の他の流派を圧倒した。特に第七祖の聖光は、浄土宗に、宗脈、開脈の総称があるとして、五十僧伝の法を唱え、鉄脈、競技の組織化を図って、宗門を統一しようとし、やがて白旗派が、 陳税予詞を統一していくこととなる。第八祖の聖里氏は、増上寺を創建し、その孫弟子にあたる、愚亭は、松平地方田に壊れて、大樹寺を創建した。また、戦国時代には、炎誉ま少年による、千秋年仏集団一心因流、捨て余派が成立して分派し、天文十七年、1548年には、地温院にある、法年昭仁五病の向かいに、 一心院を混流している。応仁の乱後、白旗派の手によって再興された、千温院は、天正三年、1575年に、大木町天皇より、浄土宗本寺としての承認を受け、諸国の浄土宗僧侶への返付与、剥奪の権限を与えられた、木原院。さらに松平地方田の末裔である、徳川家康が、江戸幕府を開いたことによって、浄土宗は、 手厚い保護を受けることになる。特に地音院十八世の御子とと増上寺十二世の孫王は、家康の崇敬を受けた。そしてこの二人によって、元那元年、1615年7月に、寺院書法度の一環として出された、浄土宗法度が制定され、幕府の命によって発布された。そこには、地音院が、旧門跡寺院、第一位の本山とされ、増上寺はこれより、 位に置かれたものの、大本山の称号と、修務行政官庁である総署、総録書、修務書が設置された。これにより白旗派が主導する、浄土宗の鎮税義は、幕府の手厚い保護を受けることになる。また、この時浄土宗の西山義に対しては、別個に、浄土宗西山派ハットが出されており、浄土宗とは違う対応がなされている。江戸幕府が倒壊し、 明治時代に入ると、怪物希釈の混乱の中から、洋、鉄城、福田業界らによって近代化が図られ、白旗派が名古屋派などを統合する形で、鎮税義が統一され、現在の浄土宗の原型が成立する。1876年、明治9年9月25日、浄土宗から西山義が分派し、浄土宗西山派を結成した。この時に、 浄土宗西山派は、西谷流、青光明寺が、西本山、西谷流、善林寺が、東本山、深草流、西岸寺が、北本山、深草流、遠福寺が、南本山となり、四本山制となる。1 9十九年、大正八年四月三十日、浄土宗西山派が、青光明寺を総本山とする浄土宗西山光明寺派、 後の西山浄土州、前林寺を総本山とする浄土州西山前林寺派、西岸寺を総本山とする浄土州西山深草派の三つに分裂する。この三つを総称して西山三派という。1941年昭和16年日中戦争中の戦時統制によって西山三派が再び合流して浄土州西山派となる。 1943年、昭和18年、浄土宗に、自宗12杯のうちの本山を、伝芸寺とする一行派と本山を仏向き寺とする、天道派が交流する。1946年、昭和21年、浄土宗から、今回光明寺を本山とする黒谷浄土宗が、分派する。1947年、昭和22年、 浄土宗から中央院を本山とする本派浄土宗、後に浄土宗本派に、解消が分派する。1947年、昭和22年、浄土宗西山派が、青光明寺を総本山とする西山浄土宗、浄土宗西山光明寺派が解消、全林寺を総本山とする浄土宗西山全林寺派、西岸寺を総本山とする浄土宗西山深草派の三つに、 再び分裂する。1948年、昭和23年、西山浄土宗から、マンダラジを本山とする浄土宗西山マンダラ寺派が分派する。1961年、昭和36年、西山浄土宗に合流。1950年、昭和25年、浄土宗から一心を本山とするちょうど、そうして余派が分派する。 1951年、昭和26年、浄土宗西山深草派から新州院を本山とする、深草浄土宗が分派する。1966年、昭和41年、浄土宗西山深草派に合流。1951年、昭和26年、昭和区ゆかりの三子字が、天台宗から分派し、西山隆氏を結成する。1六十二年、 昭和三十七年、1961年、昭和三十六年の法年承認七百五十年期を機に、浄土宗本派が浄土宗に交流する。1977年、昭和52年、黒谷浄土宗が浄土宗に交流する。現在の宗教法人としての浄土宗の代表役員は、宗務総長、責任役員は、内局と呼ばれている。一方、 西山派は、現在も、宗教法人浄土宗とは、別個に、西山浄土宗、総本山青光明寺、浄土宗西山善林寺派、総本山善林寺、浄土宗西山深草派、総本山西岸寺の三派が並立した状態が、続いていい。また、江戸時代の改革運動の際に分裂した、浄土、宋捨て、余派、元山一新院の勢力も存在する。 本尊は記事祖師、高想像、教典論。論この胸歌は、法年商人25例上、18番月臨寺の栄華から取ったものである。総本山大本山本山特別寺院、浄土宗西山前臨寺派総本山西山浄土宗、総本山浄土宗西山深草派総本山。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。